皆さん、こんばんは。今ご紹介いただきました NPO 法人アワープラネット TV の白石はじめと申します。インターネットメディア2001年の 9.11 事件をきっかけに立ち上げた小さな小さなメディアです。当時テロ事件が起きたということで、政府もそして大きなマスメディアもこぞってアフガニスタンの報復を、そして空爆を容認する、あるいは煽るというような報道がなされていました。その時に私たちはそうではなく平和的な方法で解決をしたい、そのような市民の声を伝えたいと思って活動をスタートさせました。今日ここに立たせていただいているのは、おそらく主催の皆さんがこの法案が通ったら最初に捕まるのはアワープラネット TV なんではないかということで、おそらく立たされたのではないかと思っているんですが、この特定秘密保護法案、まさに私たちのような小さなメディアにとってその存在そのものを否定し脅かすものだというふうに感じています。私たちは市民とともに主に平和や環境、人権といった問題をこの12年間丁寧に取り上げてきたつもりです。しかしこの最近原発事故以降ですね、民主党政権自体はかなり解放されつつありました。省庁の記者会見なども安倍政権に代わってから私たちのようなメディアは徐々に排除されるようになってきました。今年6月復興庁の参事官が左翼のクソというような、暴言をツイッターで書き込むという事件がありましたが、これを最初に突き止めたのは私たちなのですが、ありがとうございます。この時も復興庁及びさまざまな省庁から普段から嫌がらせを受け、そして情報もですね、意図的に隠されたりと、そういう嫌がらせを受けておりますし、もちろん時には警察に尾行されたり監視されたりということもすでに起きています。その中でこのもし法案が通れば、まさに私たちのようなメディアは最初に排除され、そしてコントロールの効かないものは最終的には次々と排除していく、そのようなことが起きてくるとそのように感じています。自民党の石破幹事長は先日、でもテロと同一するような発言をしました。そしてこの強行採決の連続です。コントロールの効かないものを封じ込めていく特定秘密保護法案は、まさにこうした支配、それを進めるのが狙いというふうに感じています。今晩この秘密保護法案をめぐって大変厳しい情勢になっておりますけれども、私は今の状況を負けているというふうには感じていません。日に日にこの市民の声は広がっていて、昨日も国会前には静岡から高校生が上京し、夜遅くまで反対の声を上げていました。このように今起きているこの状態をですね、みんなの力でつながって、まさに今から本当の意味での民主主義を私たちの手で取り返す、その重要な時期にあると思います。
皆さん諦めずに、そしてこの法案を踏み台にしてでも私たちの時代を作っていきましょう。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。続きまして福島原発国訴団団長の武藤玲子さん。